こんにちは。ですね、今日はですね、この今画像に、ですね、あります、こちらのランタンですね。これはクイックライトの327ランタンです。ですね、こちらをですね、まあ、レストレーションをですね、まあ、ご依頼いただいた方がいまして、これがですね、まあ、現物なんですけれども、ですね、まあ、こんな感じですね、今ね、ここのマイカが若干こう、一部破損してたりしますけれども、こんな感じですね。まあ、状態としてはですね、まあ、決して悪い方ではないですね。そして、まあ、ベンチレーター。して本体ですね。ですね、今日のですね、一応動画の内容はですね、この方からちょっとリクエストがありまして、別にですね、お持ちのこのジェネレーターですね、この、これまあ皆さんご存知だと思いますけれども、今こちらにもいくつかありますけれども、この、ですね、999ですね、9の99の、ジェネレーターですね。この手の、まあ、ランタン、もしくはランプに使われて、たものですね。そしてですね、この方がですね、この999ですね、ジェネレーターをですね、別途お持ちとのことなんですが、まあ、調子が悪いということで、このメンテナンス方法ですね、ぜひ、ですね、動画に上げてくださいというリクエストがありましたので、そのご要望に、ですね、答えて今、動画を撮ろうかなと思いました。ですね、まあ、内容をですね、あまり、まとめてないので、うまく説明できるかは、わからないんですけれども、できる限りですね、わかるような、形で説明をしたいかと思います。まずですね、これですね。これですね、今、現物ですよね。そして、まあ、これもそうなんですけれども、これは俗に言う、まあ、ニューオールドストックですね。NOS パーツなんか、皆さん呼んでると思うんですけれども、ですね、その、まあ、当時のものですよね。でですね、これはですね、別なものから外して、まあ、使った形跡、もちろんありますね。そしてですね、この方のはですね、今どんな状況で具合が悪いかのはですね、詳細はまだいただいてないんですけれども、一応ですね、おそらくまあ具合が悪いということで、点火しても、まあ、炎が、うまく、灯らないのかなっていう、まあ、基本的な部分、ですね。まずですね、それに関しては、このジェネレーターに限らずですね、ここのガスチップの穴ですね、ガソリンが出てくる、まあ、非常に小さい穴があるんですけれども、まあ、ご存知の通り、ここがですね、まあ、詰まってしまうと、ガソリンが上がってきませんので、点火できない、もしくは、点火不良、そして、まあ、こう息継ぎをするような感じの、正常な点灯ができないとかっていう症状が出ますね。ですので、これはですね、俗にそのセルフクリーニング機構というものがついてないので、ですね、細かく言うと、小さな専門のこういう専用の当時の、ですね、クリーニングニードルがあるんですけれども、もちろん、それを使わなければいけないっていうことではないので、ですね、まあ、皆さんおそらくお持ちであればですね、ジェネレーターのですね、これはまあ 200A の、ジェネレーターでも構わないんですけれども、まあ、中に入っているですね、ニードルをちょっとこう拝借して、その先でこう、すすをですね、きれいにしてあげるというようなことを、まずですね、する必要がありますね。で、毎回はですね、する必要はないんですけれども、意外とこれすす、溜まっただけでも、点火不良を起こしますので、基本的なことですけど、まず、そこが一つですね、最初に見るポイントですね。その後ですね、次はですね、ここのガスチップ自体の穴がですね、
無理やりこうこじ開けられてしまっているような場合も結構あるんですけども、その場合はですね、ここの穴がですね、大きくなりすぎている結果ですね、混合比が悪くなって、まあどちらかというとこう火がものすごい勢いでついてしまうような症状が多分出ているのかと思います。その場合はですね、ここのガスチップをですね、まあ交換してあげなければいけないんですけれども、もしくはですね、まあ修正しようと思えば、ここのですね、穴ですよね、こう広がったものは、修正しようと思えば修正もできなくはないです。あとですね、次に見るポイントはですね、ここのですね、今、ものを見てですね、ここの、ちょっと映るかわからないんですけども、よく見るとですね、この辺りはですね、かなりこう、外したりとかですね、傷がついてまして、実はこれに関してはですね、もう完全にですね、この先自体がですね、まあ、亀裂ですとか歪んでしまってですね、完全にここはリークした状態だったんですね。ですので、これは完全にもう、まあ、ダメになってしまった999ですかね、ジェネレーターでしたので、これはですね、参考まで、こんな感じで、こういったものをですね、わざと伸ばして、ですね、見ました。その理由はですね、一応この中にですね、まあ、アスベストの芯が入ってるんですけども、まあ、ほとんど紐状みたいな感じが入ってまして、ですね、まあ、基本的なジェネレーターの構造なんですけれども、まあ、そのアスベストがですね、ガソリンを吸収して、先にガソリンを送り込むみたいな感じの構造なんですけれども、ですね、まあ、それに関してはここの中を抜いてですね、まあ、掃除をしてまた使ってみるですとか、ちょっとそういったですね、構造を把握するためにあえてこんな感じでやってみました。ですね、あと一応ですね、もしこの先ほどの話に戻ってですね、まあ、ここの基本的な掃除問題なし。そしてここのですね、ガスシップの状態ですよね、破損しているのか、穴が大きくなっているのか、もしそれもですね、まあ問題ないということであれば、次はですね、まあ 見てみる方法としてはですね、ここの先端のガスチップをもう外してですね、ここですね、外して、ここのですね、外したところと、あと逆ですよね、本体につく。ですね、ここに今写真にある、これカビ、あのキャブレタークリーナーなんですけども、まあ、車の キャブ車のですね、車のキャブレターを、スプレーするキャブクリーナーですね。大体ここにあるように、先にね、ですね、細いこんなチューブが大体ついてると思いますので、一応そこをですね、この、ですね、まあ左右ですね、下と先にちょっとこう、噴射する形で、当然これ中詰め物ありますので、スッとは通らないんですけれども、一応ですね、少し多めに、噴射してですね、その状態で、まあしばらく30分ぐらいですかね、放置してですね、まあ、その後の経過を見るという感じですよね。その後の経過の見方なんですけれども、まあ、多分、まあ、もう皆様想像つくと思うんですけれども、このジェネレーター自体はですね、本体のこの、まあ、タンクですかね、にした状態に、つけてあげて、まあ、タンクに加圧をこう 十分にしてあげた後にバルブを開いて、この先ですよね、先から空気がまあこう出てくるのか出てこないのかっていうのをまあ見て、
状況を判断をします。でですね、ここのガスチップはついててもついてなくてもいいんですけれども、一応ですね、取ってあげた方がその空気が出てきてるのか出てきてないかなっていうのは意外と目視しやすいので、一応これを取った方がいいかもしれないですね。そして今ちょっとこれ今タンクに見立てますけれども、タンクだけの状態でジェネレーターをつけてあげて、加圧をしてあげて、その状態でこうバルブをひねってですね、この先からですね、空気が出てくれば、例えばこういう感じで、ちょっと手をですね濡らすとこう空気の動きが見やすいので、こういう感じで当てて、空気がそれで出てくるのか出てこないかをちょっと見まして、ですね、快適な感じでこう出てきているようなあればですね、ここのですね、詰まり具合は解消されたっていう感じですかね。で、ここの先がですね、空気は出てくるもののですね、ちょっとこうブク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 と、カニがですね、泡を吹いているようにブクブクブクみたいな状態であると、まだですね、詰まり具合がこれ解消されてないと思いますので、その場合はもう一度このキャブクリーナーをですね、噴射してですね、その同じ繰り返しですよね。それを数回ちょっとこう、やる方法ですね。このあたりが一応ですね、この救急ジェネレーターのですね、調子がおかしいという時にですね、見る、基本的な部分ですかね。ひとまずですね、この後半戦まだちょっとあるんですけれども、ここでですね、これは1回カットしたいと思います。